競争予選会の結果発表を行います。本日の予選会からは上位10校が第94回箱根駅伝本大会への出場権を獲得します。従いまして第94回箱根駅伝はシード校10校、予選会を通過した10校、そして関東学生連合チームを加えた21チームが出場いたします。それでは結果を発表いたします。第1位帝京大学、第1位帝京大学、記録10時間4分58秒。第2位大東文化大学、10時間5分45秒。第2位大東文化大学、記録10時間5分45秒。第3位中央大学、第4位山梨学院大学、記録10時間6分21秒。第4位山梨学院大学、記録10時間6分21秒。第5位拓殖大学、記録大学、記録10時間6分27秒。第6位國學院大学、記録10時間7分35秒。第6位國學院大学、記録10時間7分35秒。第7位国士舘大学、記録10時間7分47秒。第7位国士舘大学、記録10時間7分47秒。第8位城西大学、第9位上武大学、記録10時間9分42秒。第9位上武大学、記録10時間9分42秒。第10位東京国際大学、記録10時間10分35秒。第10位東京国際大学、記録10時間10分34秒。以上の10校が来年1月2日3日に行われる第94回東京箱根間往復大学駅伝競争に出場いたします。続きまして第11位日本大学、記録10時間12分5秒。
何これどうなってるんだ。テレテレポーズみたい。第12位創価大学、記録10時間13分4秒。第12位創価大学、記録10時間13分4秒。あと3分。第13位明治大学、記録10時間13分5秒。第13位明治大学、記録10時間13分5秒。第14位専修大学、記録10時間13分40秒。第14位専修大学、記録10時間13分40秒。第15位麗澤大学、記録10時間18分46秒。第15位麗澤大学、記録10時間18分46秒。なお16位以降の結果につきましては後ほど大型ビジョンに表示されますのでご覧ください。以上で結果発表を終わります。